ターになっていまして、で小さいお子様ですと愛とのしまじろうとかハム太郎が人気なので、それに関する防災のビデオをここで見ていただきます。で小学生の団体さんも来られるので、小学生の方や、大人の方にはオリジナル映画のファイトというのがあるんですけれども、兵庫県南部地震が起きてから、復興まで、で明石を舞台にした、オリジナル映画のファイトをここで見ていただきます。では、ここでは、兵庫県南部地震ですね、その体験をしていただきます。でこの地震の体験の最大震度が、国境といいまして、お家の中のタンスとか大きな冷蔵庫が倒れるぐらいの横揺れを今から体験していただきます。で、地震、震度の弱い方、血圧の高い方、妊娠中の方で本日体調が優れない方にはちょっと体験をしていただくことできないのでご了承ください。中に入っていただいて、ヘルメットをかぶっていただくと、3D で、お皿が落ちてきたりとか、そういう映像が見えますので、そちらをかぶっていただいて、で座っていただいて、地震を体験していただきます。では、今から初期消火の体験をしていただきます。でその前にですね、初期消火には3原則というのがありまして、1つ目に早く知らせる、2つ目に早く消火する、3つ目に早く逃げるという初期消火の3原則ありますので、ぜひ覚えて帰ってください。でその1つ目の早く知らせるということなんですけれども、今日はこの前 の映像でシミュレーションの消火体験をしていただきます。で前のお鍋から火が出てきて、消火を開始してくださいという文字が出ますので、それが出ましたら勝ちだと一声言っていただいてから消火を始めるようにしてください。今から煙避難体験をしていただきます。で、先ほど地震体験でも言った注意事項を加えまして、喘息や喉の弱い方には体験をしていただくことができないので、自己申告でよろしくお願いいたします。で、この避難体験をしていただくときに守っていただきたいことなんですが、押さない、走らない、喋らない、戻らない、この のことを必ず守ってください。で皆さん実際火事現場にあって避難をするときにパニックに陥りがちだと思うんですけれども、必ず落ち着いて避難をするように心がけてください。こちらはですね、消防隊の1日だったり救急隊の1日をミニ映像といいますか、こちらで選択をしていただいて見ていただくものになっています。大体それでですね、消防士の人たちが、1日どういった流れで仕事をしているかというのを見ていただくようになっています。ここが図書室になっています。ここではですね、自由に幼稚園から大人の方までいろいろな方に向けた本を置いていますので、自由に読んでいただくことができます。またビデオも置いていますので、こちらのビデオデッキで自由にビデオを見ていただいております。では、こちら明石市防災センターにですね、防災に関してちょっとでも疑問だったり、わからないことがあったりだとか、また小さいお子様がいらっしゃるお母様方、お父様方とかに来ていただけたらなと思います。